えーと今回は、えー、デザインカッツからこのヴィンテージテキスチャーパックについて説明します。これは、えー、ここにある通り PNG ファイル EPS AI TTF ということで、まあ、こういう、えー、テキスチャーというか、まあ、PNG ファイルとか TTIF ですよね。 ttf ってありますけど tif ですね。などの、まあ、コンテンツを提供してて、普通にこういう、まあ、png ファイルのバックグラウンドとかになるような、まあ、模様というかテキスチャーを提供してます。こういう感じですね。はい。で、 いつものようにチャートで説明しますけれども、まあ、チャートで、えー、今回はコンテンツということで PNG とか EPSAITIF ですねを支給してるんですけれども、まあ、これだけであればアフィニティデザイナーでまあでこういう模様があるんでそれを、まあ、PNG ファイルで まあ模様をつけたいなと思った時に使うというだけで、まあ、これは白黒ですからもうそれ以上のことができないので、えー、今回はまあ例のごとくブラシを作りました、まあ、ブラシももともと PNG ファイルで揃ってますので,でそれで作ることにしましたただあの以前あの問題ないってアフィニティ関係の方はおっしゃったんですけども あのその時は容量が大きいものを登録しようとしたらこのアフィニティデザイナーがフリーズしてしまってでその後ここのブラシの部分が削除できないというか区別に削除ができなくてでアフィニティのフォーラムで質問したらリセットをしてくれって返事が来たんですね。でリセット デフォルトだとデフォルト要は工場出荷時に戻るんじゃないかって、えー、その質問を返したんですけどそれっきり何も返事が来なくてで結果それからしばらくしてその言われた通りにやったら結局全部ブラシが消えてでデフォルトの状態に戻ってでまた一からやり直したっていうあの経験があるんですね。で結局 まだアフィニティデザイナーの方で個別にそういうフリーズになった状態でその部分だけを削除するっていう機能がちょっとないのでそういう経験があるからまあここにサイズ要は画像のサイズを50%あるいは25%というふうにあの小さくしてでそれでアップするようにしました。 まあそれはあの自動処理で PHP のコーディングでできるんですけれども単にサイズ変更ですからで同時にまあサイズ変更で PNG ファイルから始めるんで PNG ファイルから JPEG を作って SVG ファイルも作るということも今回行いました SVG ファイルがあればあのここにも紹介してますように SVG ファイルは Blender でもインポートできますので で、3D にすることもできます。ということで、今回は、あのこのコンテンツは、まあ、ブラシを作ったっていうのがメインですね。で、ブラシを作った、えー、そのついでに SVG ファイルも作った。で、ブレンダーでも 3D にすることができたということです。で、ブラシにすることによって、白黒の模様が 色を変更したりあるいはサイズを変更したりっていうのもアフィニティデザイナーの中で自由にできますので、まあ、それもまあ有効かなということで行ってます。で次に例のごとく、まあ、同じ説明になってしまうんですけれども、まあ、ここにあのブラシの設定 の説明、簡単な説明ですけれども、アフィニティデザイナーで、ここのピクセルモードにして、で、ここでブラシを選択をして、ここの、えー、ここですね、ここの部分をクリックすると、あの画像をインポートするあのウィンドウが出てきますので、それで1枚ずつ入れていけば、ブラシに あのそのファイル名とともに、えー、追加になっていきます要はブラシが自動でデフォルトの状態ですけれどもあの出来上がりますでその後は自分が好きなようにサイズを変えたり、えー、お互いの前後のスペースを変えたりあるいは角度を変えたりとかっていうのは個別に行えばいいと思います ブラシを作るであれば、まあ、画像をインポートしたいんであれば、ここをクリックするということですね。でそれをやれば、もう、あとは、まあ、今回、これをすべて保存して、すべてブラシを作って、もう当然ながらエクスポートでブラシというファイルを出力をしました。あとでまた、 このアフィニティデザイナーがフリーズとかなんかおかしくなった時にまたブラシの状態を工場出荷状態に戻すと全部一瞬で消えてしまいますのでその時のためにブラシのセットができた時には全て出力をしてます。で次に 3D の方ですけれども、要は JPEG ファイルっていうものをあの今回 PHP コーディングによって自動で作りましたので、で例えばこういう図柄であれば、Blender でこういうことができるということですね。まあ、これも後で Blender の状態を実際に見せます。で、ここに 50個のコンテンテツがあるんですねこういうふうにあのダークモードなのでちょっと見えにくいんですけれども、えー、コンテンツとしては1から50番までこういう模様のものがありますでここに25%とか50%とか PHP コーディングでサイズ変更したものをこのようにこのように表示してます 例えばこれ1つクリックしてこう見るとここにサイズがありますよね 5800×3700 ぐらいでサイズが12.5メガバイトで次クリックすると、まあ、サイズ変更してますのでその半分 2800×1800 で3.37メガバイトでついでにここに、えー、JPEG ファイルも作って SVG ファイルも自動でこういうふうに作ってます。で、アフィニティデザイナー。私の、えー、このデフォルトの状態 8000×8000 でいつも表示するんですけれども、この2つ目ですね。ピクセル・ペルソナ。 で、そこをクリックして、まあ普通ですと、ここ、これがブラシですね。で、ここに、えー、ヴィンテージテクスチャーパックっていうのがあって、えー、画像をインポートするには、ここ、これをクリックすれば、こういう画面が出てきますので、ここで、えー、PNG ファイルを1つずつ選択して、オープンとやれば、ここに1つ1つ追加になります。で こちらはもうすでにこのようにスペーシングを200%とかにしてこうやってスペースを空けてる状態になってるんですけれどもダイナミックスの方は全く何もやってないですで。何もしないんであればこのようにスペーシングっていうのはこれ15%でデフォルトになってますのでこういう状態になりますま。この左の部分にうっすらと 模様があるんで、それで確認するっていう方法もありますけれども、まあこれはもう一度こういうふうに作ってしまえば、あとはもう自分の好きなようにここ設定を変えていけばいいので、で、テクスチャ、これ自動で PNG ファイル入ったものがここに追加になりますので、で、 ここでエクスポートブラッシーズでこのブラッシーセットを出力する要はファイルとしてブラッシーのファイルを出力しておけば次に何かあった時にどうしても必要であればインポートブラッシーズでそのファイルをインポートすれば今のこの状態ですねこの状態ができますここに今50個 先ほどの PNG ファイル50個ありますので、入ってます。で、例えばここにブラシがあって、まあ、カラー、まあ、普通これ黒になってるんですけれども、赤とか選択をして、適当に超えると、これ64ピクセルなんでこんなにちっちゃくなるんですけれども、こういうふうにサイズも変えられますし、 こういうふうに変えることもできるし当然ながら色もこうやって変えることができますのででピクセルをもし変えて例えばこういうふうにやるとここをクリックするとここでサイズをこういうふうに変えることもできますので要は 8000×8000 に合わせてこのように配置を変えるということも自由にできます。こういう感じですね。もうできますのでこのあとで色をこう変えるということはちょっとできないんですけれどもあの色を先に指定してこの色にするっと決めた上でブラシをこう選択して、まあ、この模様を見てですね でまあ、ちょっと大きめにして、えー、ブラシ、こういう感じで。で、今、こういう感じですね。あ、こういう模様なんだなっていうことでもしこれが必要だなと思えば、そのままクリックすれば、こういうふうに使えるようになります。これがブラシの作り方、あるいは 操作の仕方ですねで次にブレンダーこれですね今カメラモードになってるんですけれども斜めから見るとこういう風に厚みをつけてるんでこういう感じになってますしあとまあ照明をつけて真ん中に点の照明も赤でつけてるんでこういう感じになります。 バックグラウンドだからってもう何もできないあるいはブレンダーでは貼り付けるだけっていう方法もありますけどもう SVG ファイルになればこうやって厚みをつけることができますのでまあなんかこういう状態ですねを何かに使うとかっていうことも可能ですので,でこれ今一つに ままとめてますあのデータ量がやたら多いから結構重くなるんですけれどももしこれを、えー、その前の状態要はジョインしない前であれば一つ一つがあのデータが分かれてるので厚みを個々に変えたりとかあるいは傾きを変えたりとかあ,あるいは複製を作っていろんな方向に組み合わせたり ということもでできるの,であのバックグラウンド以外でもまあ使い道があるんじゃないかなって私は思ってます。ということでこの PNG ファイル、まあ、JPEG ファイルもそうなんですけれども 2D から 3D っていうのは SVG ファイルさえ作ればいくらでもブレンダーでこのようにできますので、まあ、皆様ももし興味があれば こういう先ほどの手順ですね。ここに紹介してますように、こうですね。png ファイル、あるいは jpeg でもいいんですけども、それを自動で svg ファイルを作れば、先ほど見せたような 3D にもできます、えー。今回ブラシを作りましたけど、このコンテンツからブラシを作った方が便利だということで、えー、作ったんですけれども、それをもとに、 まあ同時に SVG ファイルも作ればもう 3D にもできるということですね。ということで今回の説明は以上になります。